はい、皆さんこんにちは、蒸し岡です。本日は東京新宿にやってきておりますけれども、10月にオープンしたこちら昆虫バースピーシーズさんに行ってみたいなと思っております。こちらですね、たくさんの昆虫の標本を見ながらお酒を飲めるという蒸し岡にとって最高の場所なんですね。ちょっと行ってみたいなと思います。あー、どうもよろしくお願いします。いらっしゃいませ、ようこそお越しくださいました。はい、というわけで東京都新宿昆虫バースピーシーズさんにやってきました。マスターの大島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。飲食と昆虫ってやっぱなかなか結びつかないじゃないですか。そうですね。正直ご飯を食べたりお酒を飲みながら昆虫見たいっていう欲はあったんですけど、なかなかそういうのってこう実現してこなかったと思うんで、この店がオープンしたっていうのを聞いて待ってた場所がついにできたみたいな感じがしております。ありがとうございます、お待たせしましたちなみに店長さん、このお店始められたきっかけはどんな感じなんですか？実は今年の春まで大学院でカマキリの研究をしておりまして、はい、ずっとカマキリを顕微鏡で覗いたり研究をし続けていたわけなんですが、はいはい、いざ大学を出て就職するとなった時に、はい、自分昆虫カマキリと同じくらいお酒が大好きで、あ、そうなんですね。でいつかは虫とお酒両方に携わるお仕事がしたいなってずっと思ってたんですよ、うん、でそんな中ですね、いろんなまあ昆虫だったりをお酒飲みながら見てるうちに、昆虫のかっこよさ、美しさ、多様性、これをグラス傾けながら見て楽しむってとっても面白いなと。昆虫を見ながら、昆虫の話をしながら自由にお酒飲める場所ってないじゃないですか。いや、ないですね。それがないなら、じゃあ自分で作ってしまおうと思い立ち、いっそのことを飲める昆虫の博物館を自分で作り出そうと思い立った次第です。なるほど、もうこれはね、昆虫マニアの夢ですよ、もうこの場所は本当に。いやでもそうですよね、そのやっぱり昆虫を飲食店に持ち込むなんて普通じゃ許されないじゃないですか。普通はむしろ真逆にあるものですから。そうですよね。やっぱりあれですか、その昆虫の標本とか、それこそ今日こんなの捕まえたって言って持ち込んでもいい場所なんですかね。 OK です。 OK ですか。取った虫をどんどん自慢してくださって大丈夫です。いや、そうですよね。店長さん、でもこのお店こう今後どういう風なお店にしていきたいみたいなのあるんですか？博物館の感覚で虫を見たいなっていう感覚でご来店いただきたいですね、うん、今虫岡さんがおっしゃった通り、取れた虫、虫好き同士で虫の自慢話をどんどんしてくれても一向に構いませんですし、はい、もちろん虫が苦手な方、嫌いな方、これから好きになりたいなっていう方にも大歓迎です。なるほど。ちなみにこのお店、日月祝営業ということなんですけども、はい、それ以外の日ってマスター何がやってらっしゃるんですか？実はですね、こちら昆虫バー以外にサイエンスバーインキュベーターという、はい、虫だけでなく科学全般を魚にお酒を楽しもうというコンセプトのお店もやっておりまして、はあはあ、そちらの休業日にこちらを営業、私が切り盛りしているって形なんですね。あ、そうなんですね。で自分はそのサイエンスバーのスタッフとしても働いているんですが、こちら見ていただけるとお気づきになったと思いますが、フラスコなりビーカーなり白衣なりがあると思います。そうなんですよ、もうそれがねずっと実は気になってて、昆虫には直接縁があまりないものなんですけども、そういった備品はサイエンスバーインキュベーターの標準装備になっております。なるほど。じゃあちょっとこのスピーシーさんの店内案内してもらってもよろしいでしょうか？はいはい、じゃあまずこれ入ってきて最初のカウンターですけれども、はい、標本がずらっと並んでますね。これを見ながらお酒飲めるわけでしょ？はい。いやもう最高ですねこれ。こちらの置き方にこだわりがございまして、はいはいはい、はい、普通標本ってこう標本箱という四角い箱に入ってるものなんですけども、確かにバーって基本的に薄暗いお店なんですね、うん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 、光っていうのが限られるんです。はい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 。箱でしてしまうとどうしても薄暗くなってしまって、はい、虫に当たる光が少なくて写真とかも非常に撮りづらいんですよね。はいはいはい。こういった瓶の標本にすることで全面から光が入るので、虫を暗くなることなく余すことなく見ることができます。あ、確かに僕ね、こんな形で標本が展示されてるの初めて見ましたね。こういった瓶の標本にすることで、本来だったら背中側頑張って横斜めしか見えないところを、側面も覆面もお腹も背中もどちらでも観察できるといった工夫が施されております。確かに標本のお腹側見るってなかなかないですよね。なかなか図鑑でもお腹だ顔だ口だっていうのは映ってないことも多いので、うん、そういった観察、面白い発見もできるようになっています。うわ、確かに素晴らしい。こちらしっかりとこう支えていただければ、お客様もご自由に手に取って観察していただいて結構です。うわ、これ見ながらお酒進むわ。お
いやこれ店の奥まで標本ぎっしりですね。ぎっちぎちに置かせていただいております。なんかもうここら辺の標本とかの生きてる標本みたいなやつですね。要はそうですね、こう立体的に生きた姿をそのまま再現しようと試みた標本です。いやいいですね。あこれは世界の昆虫の綺麗な標本ですね。そうですね、いろんな世界のいろんな分野の昆虫をこの一つの箱に収めた形です。なるほど、いやいっぱいいろんな標本あるな。こちらの標本ぜひ見ていただきたいんですけども、こちらの標本箱とあるコンセプトでまとめられた箱なんですけども、虫岡さん何かお分かりですか？コンセプト？でも日本の昆虫ですかね、とりあえずは。とりあえずはそうですね、みんな日本産の昆虫です。カマキリ、タガメ、ハエ、カマキリモドキ、かっこいい昆虫。半分正解です。かっこいい昆虫は半分正解なんですけども、はい、これ実はですね、前足が鎌になっている昆虫だけを集めた箱になっております。ほんまや、もう鎌の昆虫の代表格といっていい、カマキリをはじめ、はい、タガメだったり、実は鎌を持った肉食性のハエなんかも実は日本にいるんですよ。あ、確かにこれハエって書いてるけど、よく見たらカマバエだ。非常にかっこいい昆虫ですね。カマキリ好きにはこの箱はそそると思います。うわ、この標本箱欲しい。かっこいい。店の奥にはですね、こういうソファーもありまして、団体さんで来てもすげえ楽しめそうなお席がありますね。ここいいですね。ソファーでゆっくりしていただいても大丈夫です。いやいいですね。そしてその後ろには昆虫の本がどっさりと並んでます。で、僕が持ってる図鑑もちらほらありますし、初めて見るものもいっぱいありますね。こちらの方お客様にもなかなか好評で、この本で新発見されて、本に載ってる珍しい昆虫の実物を照らし合わせてみるなんてことも一部できるようになっております。わあ、もう確かにもうバーと博物館両方備えてますねこれね。ちょ見てください、これトイレの前なんですけど、トイレの前まで標本がぎっしりあります。しかもなんかマニアックなバイオリンとか絢爛とかいっぱいある。これもうトイレ行きたくても行けないですよね。ここで止まっちゃいそう。さあ、じゃあちょっと標本とかで楽しみすぎましたけれども、ここはバーなんでオリジナルカクテルがあるということで、いただいてみたいなと思います。じゃあどうしようかな。ではまずこちらお冷やをどうぞ。いやいや、これビーカーに入ってるじゃないですか。こちらがサイエンスバーの標準装備になっております。なるほど、こういうところにサイエンスバーの名残があるんですね。はい。あ、インセクトカクテルっていうのがあるんですね。昆虫を主にイメージしたカクテルになっております。うわ、確かにマンティス、ビートル、アゲハ。これはカマキリが入ってるんですか？これはですね、残念ながらカマキリは入っていないんですけども、カマキリ、自分の一番好きなカマキリを自分が一番思い入れのある無名のカクテルに重ね合わせて生み出した当店の看板商品になっております。なるほど、じゃあせっかくなんでインセクトカクテルからマンティスをいただきたいなと思います。はい、少々お待ちください。あ、めっちゃ憧れやわ俺これ。あ、大人になったな俺。お待たせしました、こちらがインセクトカクテルのマンティスでございます。わあ、来たー、なんか俺大人やわ、嬉しい。いただいちゃいます。あ、美味しい、なんかフルーティーですね。ありがとうございます。こちらはですね、マスカットのリキュールとグレープフルーツを掛け合わせた、はい、すごくスイートな口当たりのいいフルーティーなカクテルになっております。いや、これ美味しい、飲みやすいですね。これ知ってる？虹色クワガタって言うんだ。でもね、君の方がもっと綺麗。じゃあちょっとせっかくなんでもう一杯いただきたいなと思うんですけれども、こちらインセクトカクテル2、クリケットとタガメハイボールって書いてますけど、こちらはですね、先ほどのインセクトカクテルが昆虫をイメージしたものなのに対し、はいはい、こちらは実際に昆虫が入っているメニューになっております。マジっすか。クリケットの方は、はい、コオロギの粉末を実際お酒の中に混ぜ込んだものでして、タガメのハイボールはタガメサイダーというタガメのエキスが入ったサイダー、はい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 、あちらで作ったハイボールになっております。はあ、なるほど。じゃあちょっとせっかくなんでクリケットをお願いしていいですか？はい、少々お待ちください。コオロギ粉末にしてお酒に入れる。じゃあクリケット、お待たせしました。いや、来ましたクリケット。コオロギ粉末がついてるんですかこれ？はい、コオロギ、食べても問題ないコオロギの粉末ですね。
これお酒の中にはコオロギ入ってる。コオロギも入っております。あ、コオロギ尽くしなわけですね。あ、うまいわ。うまい。ブランデーをベースにしておりまして、はい、かなり甘口なチョコケーキのような味に実はカクテルの味でなっています。そうですね、スイーツな味がする。コオロギに失礼かもしれないですけど、コオロギの味を感じないというか、でもこの中にコオロギの旨味があるんだろうな。後ろから失礼します、はい、こちらがですね、クリケットにですね、はい、おまけでつきます乾燥コオロギでございますこちらクリケットをご注文の際ですね、はい、無料で1個体だけトッピングすることが可能になっております。 ありがとうございます。こちらのピンセットをお箸でご利用くださいませビーカーで水飲んでピンセットでコオロギ食べるって実験台にされてるみたいやねんけど。俺コオロギいただきます。あ、うまい。香ばしい味しますね。そうですね、苦手意識持ってる方も多いんですけども、うん、意外と食べてみたら案外いけるぞっていう方はかなり多いです。これ味付けはなしですか？特にそうですね、うん、軽く食塩が入ってるぐらいですけども、はいはい、おそらく素材の味、ほとんど素材の味に近いと思います。よくエビカニって言われますけど、なんか確かにそこも感じるけど、なんだろうな、若干植物っぽい味も感じるし、なんとも表現しがたい、まさにコオロギの味、虫の味といったところですかね。標本を眺めながらコオロギを飲む、それが虫好きの休日です。うわ、もう何時間でも入れるな。こう思う存分眺めて楽しんでいってください。いや最高だわ。はい、というわけで今回の動画は東京都新宿区荒木町にある昆虫バースピーシーさんにお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。いや、そう言っていただけると開いた甲斐がありました。今後多分何回も通うと思うのでお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。四ツ谷三丁目駅から徒歩3分のところにあります、SNS などもあるので、ぜひとも昆虫バースピーシーさんチェックして、昆虫大好きな人、そうでない方も訪れてもらえたらすげえ楽しい時間過ごせるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも来てください。というわけでこの動画面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、通知登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ムショカでした。「いとも絶やすく」